どうも、ありがとうございます。で、今週は久々にホワイトボードね、を使ってちょっと話をしていきたいと思います。で、サムネイルの方には、どうしてもね、この22のうち、もしくは23の午前中までに見てほしいんで、まあ、そんなサムネイルとかになってるかもしれませんが、内容としては、11月中に、いいですか？ 11 月中に、これを意識してくれって。そうしないと12月こけるからっていうのをちょっと話していきます。で、本編行く前に数字が3つ並んでますね。これ、数字。39、54、70と。皆さん、この数字、まあ単位はね、比って入ってありますけど、ピンときます？これ。特に、まあ受験生の方は、まあ特に高校生はこれピンとくるかもね。これ、まず真ん中からいこうか。で、今回あれよ、高校生だけじゃなくて、中学生とかもぜひね、参考になるように話していくんですが、これ、これね、22に見てくれてるっていう前提になるけど、これ共通テストまでね。共通テストまであと54日です。1月15ですかね。ここまで。で、これ何かっていうと、まず39。これは2021年が終わるまで。つまり2021、ごめんなさいね。12月31日までが、あと、年内39日しかありません。いいですか？じゃあこれ何かっていうと、これは、1月31。2022だね。来年の1月31日、書き方バラバラでごめんよ。までがあと70日です。中学生、まあ、私立がね、先に入ると思うんですよね。まあ、私立がね、第一の方もいると思うんですが、まあ、地域差あるけど、だいたい2月の中日ぐらいに私立があるイメージ、個人的には。だから、まあ、そこまでちょっと合わせられないから、ひとまず1月末までにしました。はい。皆さん、あとこれしかないです。まあ、人によってはね、あ、こんなにあるんだと思う方もいるかもしれない。けれど、あえて今回は、これしかないと言い方させてください。例えば、あと39日あるとしますね。で、まあ、年内が。1日英単語を、じゃあ10個ずつ頑張っても、390個しか覚えられないです。いいですか？ 1 日数学の問題を5問ずつできるようにしても、195個。ちょっと遅かったね。しかできるようになりません。これを改めて覚えてください。いいですか？ということで書かせてもらいました。じゃあ、ここからね、本編参りましょう。さて、初めに今回のポイントを先にね、皆さんに伝えてしまいましょう。今回3つこれです。で、キーワードはほにゃらら。焦るとほにゃららに目が行く。そして戦う相手はほにゃららと。これをどうしてもここで伝えたいっていうんでね、今回動画を撮ってるんですが、まずキーワードです。で、キーワードは、おお、伸びた。ごめんね、横にフィッてなっちゃった。定着です。で、これは後ほど話します。キーワードは定着。そして焦ると量に目が行く。そして戦う相手は自分だと。まあ、このね、ポイントだけ聞いて、なんとなく言いたいことが分かる方は動画切ってもらっても構わないです。時間ね、もったいないからね。もう受験生、特に受験生なんて時間大事だからさ。ただ、まあ、ちょっと気になる方はね、この後もぜひお付き合いいただけたらと思うんですが、なんでこの日に今こだわってるか、23の午前中はね、こだわってるかっていうと、この日、23日ね、これをどうしてもうまく使ってほしい。使ってほしいんです。だから、ここのサムネ、多分ちょっと釣ってるかもしれないけどね。どうしてもここで見てほしいと。で、何かっていうと、これあるようにね、だんだん焦ってきます。もう受験生でね、だいぶ焦りや不安を大きく抱えてる方もいるかもしれません。で、俺もね、塾講師やってる時にいろんな生徒を見てきたし、自分自身もそうだったんですけど、焦るとですね、とにかく先にいいですか、気持ちがこうやって、これ気持ちね、もう前のめりに行ってしまうんですよ。つまり、どんどんワークとかを先に進めなきゃいけないと。で、進めてることによって安心感が得られるんですよね。いや、悪くない。悪くはないんですけど、これはですね、本当にそれ、定着してるかっていう。これがおろそかになります。これを焦ると。で、人が焦るとどんどん視野が狭くなっていくので、これをやる安心感でそっちにね、流されてしまって、ちゃんとできるようになっての、覚えた英単語、覚えた歴史の言葉、ちゃんと使えるようになってんのっていう確認で、定着のポイントは、まあ、いつも言うように反復だよね。繰り返すことです。もうこれしかない、定着させるには。その反復をおろそかにしてませんかっていうのが、後々気づくんです。後々気づく。どこで気づくかって、模試とかテスト本番の時にやったことが思い出せない。あ、
定着してなかったんだって、そこで気づくんです。でそれがもうね、11月後半12月になります。受験までさっきやったように日数がない、それがもっと日数がなくなった時に気づいてみ、もう立ち直れないぞっていう風になってほしくないので、今回この動画を撮らせてもらってます。つまり言いたいのは、今ねみんなが勉強していること、それがちゃんと定着してんのかいっていう、自分が定着させるためにはどういうペースで、どういった回数で反復する必要があるのかっていうのをつかめてるかいって、これに答えなんかない。見てくれてるみんな自身が自分流の反復のタイミング方法、それを見つけるしかないんだ。だからここでね、多分23日特に受験生なんてさ、祝日じゃん、まあ、学校がある方もいるかもしれんけど、多くの方がここで勉強いっぱいするでしょ、こうやって。それが普通に問題解くものなのか暗記ものかは分かんない。でもそれをどこで反復する、どうやって反復するっていうのを27まで使って考えてごらん。いい？これあえて土日が入ってません。土日は基本的に入れません、自分は。ここからはあんまりね、理由は後で話します。いいかい？そのタイミングは人それぞれです。自分はよくね、もう反復をとにかく、自分は定着率が悪かった、自分学生の時に分かってんだ、記憶の定着率が周りより悪いことは。だから人より反復するしかないんだよ。でもいつもよく言うけどさ、勉強机に座って毎回毎回英単語書いたりするのめんどくさいじゃんか。だから思い出すっていう、いいかい、自分の中で効率のいい反復の仕方は思い出すです。別に勉強机に座んなくてもできる、ベッドにゴロゴロしながらだってできるんだよ、トイレ行ってる時、お風呂入ってる時だってできるんだから。だからさっき勉強したものをとにかく同じ日、次の日、その次の日でたくさんたくさん思い出す。で思い出せなかったら罰として、勉強机でもう一回やんなさいと。だってお前なって、ちゃんと覚えてなかった、思い出せなかった、お前が悪いんだからしょうがないだろ、もう一回やってきなさいというふうにやるんです。でそのタイミングまで話すと細かくなっちゃうからあれだけど、そういうふうにみんながね、その日に何回やった方がいいのかとか、何日後にやった方がいいのかっていうのを、もうね、最終週だよ、11月。12月になっちゃうぜ。だから、この11月の最終週でもう一回再確認してみ。今この動画ここまで見てもらって、あ、でも私の反復の仕方は大体こういう感じでやると定着するんだよなっていうのが言える方はもう OK よ。それでいい。そこまで行って12月になろう。いいかな？で、なんで土日をカットするのかっていうと、これよく勉強契約さ、土日入れる方いるじゃん。で、まあこれ土日カットしちゃったんだけど、もうちょっと言うと、どっちかカットでいい。日曜だけカット。つまり、1週間の勉強契約の時に日曜を入れないんです。で、これは全員が全員じゃないよ。でもこうやった方がいいケースが多くて、なんでかっていうと、例えば月曜から金曜まで、ここに計画を立てるよね、勉強契約。まあいろんなやるべきことをこうやって書いていくじゃん。復習も込みでさ。で、そうすると、大体うまくいかないんだわ。言い方が悪くてごめん。でもうまくいかない方が多いはず。ずれるんだ、予定が。で、もう一個は、勉強したものってさっき言ったみたいに反復が必要になるんだよ。みんな計画立てるときにさ、ここでこれぐらい反復が発生しそうだなとかわかんないでしょ、そんなに。まあそれをね、もちろん込み込みで立てる方もいるだろうけど。でもやっぱずれてしまう。大体が、うわ、反復量が思ったより多くなるって言って、ここで発生したね、その繰り返さなきゃいけない反復するものが、こうやってどんどん積み重なってくるじゃん。つまり、やればやるほど、翌日にやるべきことが増えていっちゃうんだよね。で、そうすると、どん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 ペースが間に合わなくてパンクしてしまう。それを、土日で調整するの。日曜まで入れてしまったら、そこまでパンクがずっと続くから、調整できなくなっちゃうんだよね。なんで、調整日ってよく言うんだけど、土日とか日曜を計画の中で白紙にしとくの。白紙にしといて、そこまでで発生したね、思ってもなかったやるべきことをこことかで調整したりとか、あとは普通にね、この辺でやったやつ覚えてるかなっていう確認作業で定着させるために使うと、後々ね、そういう風に使ってください。まあ、今回のね、話の趣旨からずれてしまうんだけど、計画の立て方っていうのもすごく大事です、こっからは特に。で、なんでかっていうと、12月も受験直前でしょ？なってきて、その時に決めたこともできないっていう自分へのダメージがとにかく怖い。自己肯定感が下がっちゃうんだよ。あ、やっぱり私ダメなんだなって。いい？
受験本番の時にここまでやったんだ、大丈夫、私なら大丈夫って、もちろんあれよ、絶対的な自信までいかなくていい、そこまでいかなくていい、ただここまでやったよね、頑張ったよね私って、頑張ったぜ俺って言えるかどうか、それやっぱ自己肯定感なのよ。そこは自分を認めてあげられるか褒められるかっていう、でこれがすごく大事。そのためにやっぱ計画をうまく使いこなせんとね、ここは下がっちゃうから、いいかな。で最後ね、最後伝えたいのはここです。戦う相手は自分だよっていうこと。この時期はですね、たくさんの方が多分これをやってます。何かっていうと、周りと比べてるんだよみんな、きっと SNS とか、友達の LINE とかもそうかもしれない、グループ LINE でもね、今日何時間勉強したとか、もしてこうだったみたいな、特に今 SNS、Twitter とかさ、インスタとか見てるときっとさ、勉強頑張ってる人のがいっぱい出てくるんだよ。基本的に頑張ってる人がいっぱい出てくるから、ね、努力はやっぱりみんなバッと出したくなるからさ。でそれを見るとさ、同じ中3なのにもう私全然頑張れてないんだけどみたいな、比べ始めるでしょ。でだいたい比べたときは自分が負けてるとこ探すから、いい？自分が誰かより勝ってるとこは見てないよみんな。負けてるとこばっか見る。で負けてるじゃん、あれも負けてる、これも負けてる、ここも負けてるって、でどん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 自己肯定が下がってくるんだから、こうやって、いい？違うぞ、今戦う相手は自分だぞ、自分で決めたことをやれるかどうか、それだけだから。だからこの11月最終週、せっかくね祝日があるんだ、ここに、いい？この祝日込みでうまく使って、ここでやったものを、これ、ね、祝日が後半じゃないのがありがたい、前半に祝日があるから、ここを使って、月かってこれ曜日間違っとるやないかい、ごめんなさい今気づいたわ、月かね、こう火曜にあるから水木金、ごめんなさいもう今気づいたわ。なのでここで決めたもの、ここでうまくやったことをどう反復するか、それが土日でちゃんと定着してるかの確認込みでやってみ、私はこうやってやればいいんだ、このペースでやっていけばできるんだって、これから過去問やったり難しい応用やったりする子も増えてくる、一問あたりにかかるエネルギーが増えていくんだ、難しい問題は。その時にどうやったら定着させるかっていうのが分かってれば、より効率的にやっていけるので、自分で決めたことをちゃんとやる、そしてちゃんと定着してるかを確認する、それが自分の責任だから、決めたことの、いいかい？そういった意味でそれをサボりたくなる自分とかもいるかもしれないけど、そこに勝つんだ、いい？あ、周りじゃねえ、自分に勝つの、自分に負けない、サボらない、いい？でもやることをやったらちゃんと褒めてあげる、いいかい？休憩もするんだよ、それでいいから。そういう風にね、ぜひこの11月最終週、いい1週間、12月にいいスタートを切れるための大事な1週間だから、うまく使ってもらえたらと思います。ということでね、もうちょっとこれミスった時点でめちゃめちゃグダったけど、まあなんか伝わったら嬉しく思います。ということでここまでご視聴いただきありがとうございました。また来週のね月曜日、まだ11月ですけど、そこで何か喋っていきますので、よく顔出そうか、よかったらねそちらも聞いてみてください。ということでここまでご視聴いただきありがとうございました。今週1週間、そして今日と明日の祝日、ぜひねいい1ヶ月じゃない、いいね1週間にしていきましょう。それじゃまたね、バイバイ。